まあ、非常に残念ですけど、まあ、あの神事は執り行われましたので、まあ、せめて賑やかしにお囃子だけでも参加したいということで、まあ、こういう状態になりました。はい、来年も全国 のコロナが収束して、まあ、以前のような賑やかなお祭りにしたいと思っております。はい、の静かなお祭りになってますけど、まあ、コロナが収束しましたら村の方々参加していただいて、子ども会とともども賑やかなお祭りにしたいと思っております。